こんにちは、マッツーです。ギャラクシー S20 ウルトラ使っております。やっぱりギャラクシー S20 ウルトラといえばこのカメラですよね。カメラは標準カメラ、広角カメラが1億800万画素、望遠カメラが広角10倍ズームで48メガピクセル4800万画素というところで、やはりすごくパワフルなカメラだなというふうに感じます。高倍率のズームができるというと、やはりファーウェイ P30 Pro 思い出しますね。ファーウェイ P30 Pro は光学5倍、デジタル50倍というズームで月が撮れたんです。っていうことは、これ、Galaxy S20 Ultra は光学10倍、デジタル100倍なので、倍率的には月撮れそうですよね。ということで、実際に撮ってみました。まずはファーウェイ P30 Pro で、月を撮った様子をご覧いただければと思います。ファーウェイ P30 Pro では AI のモードにムーンという、月を撮る専用のモードがあるので、月を自動的に認識してくれれば、このように輝度をグッと下げてくれて、このように綺麗に撮ることができるということですね。手持ちだとこうブレたりとかすることもあるので、やりにくいっちゃやりにくいんですが、でも一回こう視界から外れても、すぐムーンのね補正モードで、輝度また下げてくれて撮れるので、比較的綺麗な月が撮れるんじゃないかなというふうに思います。で、ここからさらに上げることもできます。最大で50倍まで上げることができるので、最大50倍上げると、30倍その引き伸ばしたようなものにはなるので、ちょっと粗めには見えるんですけれども、それでも綺麗に撮れるかなという感じですね。で、30倍撮った画像がこんな感じですね。綺麗に撮れてるんじゃないかな。すごい綺麗だなという感じがします。で、ちなみにですね、これを撮ったのが3月12日の夜になっておりまして、3月10日が満月だったんですが、3月10日はですね、中国地方雨が降っておりまして、満月撮れませんでしたということで、晴れた月が出たのが3月12日だったので若干欠けておりますが、それでもやっぱりちょっと欠けていても光量は結構大きいので、それを AI モードのね、月というモードで自動的にこう輝度を抑えてくれるというのは結構いいなというふうには思いますね。50倍でもこうなります。ちょっとぼやんって感じがしている気はするんですが、それでもスマホでこんなに綺麗な月が撮れるっていうのはなかなかないんじゃないかなというふうに思いますね。続いては Galaxy S20 Ultra です。Galaxy S20 Ultra は、ムーン、月というモードがないので自分で光量を抑える必要があります。なので月をタップして自分で光量を下げる、輝度を下げるという必要がありますということなので、ちょっとでもですね、この光をね、こう一回タップするした後にですね、月の位置がずれると輝度を調整する部分がずれてしまうのでなかなか大変ですということなので、こんな感じでね、三脚固定してやる必要がありますね。30倍だと、こんな感じでちょっとぼやんとしてる感じではあるんですが、ちょっと粗いかなっていう感じもするんですけれども、そこそこ綺麗に撮れてると言っていいのか撮れてると言っていいのかって感じですね。60倍までいくとここまで粗くなるので、ちょっとね粗いかなって感じがしますね。50倍が限度なんですかね。撮影してる感じだとここまで粗くなるので結構不安な感じがします。で、光量調節せずにそのまま撮る場合は40倍以上ぐらいがまずは狙い目かなという感じがします。ということで20倍撮った場合がこんな感じですね。実際に撮ってみたのを見ると、ファーウェイ P30 Pro で撮ったのに比べると綺麗にクレーターが出てるかと言われるとそうでもないんですが、ぼんやりとね、クレーターもちゃんとこう開いてるかなっていうのがわかるね。ぼんやりとなんかうさぎさんの形をしているような感じもしますよね。30倍だとこうです。もうちょっとくっきりと見える。引き伸ばしたっていう感じにはなるんですが、こんな感じで、比較的月がちゃんとね、特徴は捉えてるかなという感じですよね。こんな感じです。で、光量の設定を間違えるとこんな感じで、ちょっとぼやんとなってるんですが、一応
欠けてる様子ぐらいはわかるかなというぐらいですよね。はい、40倍だとこんな感じです。まあまあ、うさぎっぽい雰囲気の何かが映っているって感じですよね。うん。どうですか？まあまあ、月なんですよね。はい。月を取れたと、ちゃんと月を取れたと言っていいのかはわからないんですけれども、まあ、まあ、50点ぐらいかなというふうには思います。で、月を取る場合は、やはり三脚が必須です。ちょっと外でこの絵を撮りたかったんですが、あまりにも光が足りなかったので、部屋の中でもう一回撮ったんですけれども、まあ私の場合はこのような形で、スマホの三脚をつけて月を撮ると。で、スマホを固定した状態で月をタップして輝度を下げると。プロセスを踏まないとちゃんと撮れなかったので、月をちゃんと撮りたいという方は、こういうふうに三脚は必須かな。で、三脚を使ってもあの程度しか撮れないってね。ファーウェイ P30 Pro の方は三脚を使ってないんですよ。あれ手持ちだ、手持ちで、腕だけで、腕、肘でこうやって支えて撮ってるだけなので、ね。それと比べてちゃんと三脚使ってもあの程度しか撮れないという意味では、まぁ、ちょっと月は、失敗といった方がいいんじゃないかなという感じがしますね。はい。月を撮るという、目的という意味ではちょっと残念な結果だったと思うんですけど。被写体によっては非常に綺麗な写真も撮れますし、光学10倍積んでるということなので、遠いところを撮るっていうことが、かなり多いという方に関しては非常に使いやすい端末にはなってると思います、はい、なのでぜひ、見ていただければと思います。いろいろな被写体での、カメラのレビューを上げていこうと思いますので、ぜひ、見ていただければと思います。この動画良かったよって方はチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。この他にもいろいろなスマホのレビューしておりますので、ぜひ見ていただければと思います。ありがとうございました。またお会いしましょう。